リランは、中華人民共和国の疫学者、医師、医学者。石膏省商工市出身。専門は、肝臓病。現職は中華人民共和国国家、衛生健康委員会高級専門家。石膏大学医学院附属第一委員教授。主任医師、伝染病診療国家重点実験室主任。石膏省伝染病重点実験室主任。 1947年9月13日、石膏省商工市で生まれた。1973年、石膏医科大学を卒業し、自身の母校である、石膏医科大学附属大事院にて入院医師に着任した。以後、主治医師、副主任医師、当一初期、副院長と歴任した。1998年に、石膏医科大学が、 石膏大学と合併したため、石膏大学医学院附属第一委員所属の医師、教授に就任。1996年11月、中華人民、共和国衛生部伝染病重点実験室副、主任に就任。2002年6月に、主任昇進。2007年6月に退職。 1998年3月から2008年3月に石膏省衛生庁長長、東組書記を務めた。2012年、夫と共に中国の医療人材を育成するために、樹森、蘭健院誌人材基金を石膏大学で設立した。2014年に基金会に基づき樹蘭医学省も設立した。夫の定モ森は、簡単水下科の専門家、 中国皇帝院院士である、息子一人を設けた、ありがとうございます。